どうも皆様足です。ということで皆さん、本日公式でありましたガルパ6周年超大型アップデート直前特番ご覧になりましたでしょうか。ねえ、いろんな情報がありましたけれども、今回はですね、発表された情報の中でこれはというような、そういう重要な情報とかをね、ピックアップして紹介していこうと思いますので、より詳しい情報を知りたい方はですね、公式の方をご覧ください。まずはですね、 3D ライブモードの追加スケジュールですね。まず6周年に追加されるのは、トキエクト、ザッツイズ、ハウアイロール、シュアリンドリーミン、ファイヤーバード、笑顔のオーケストラ、ブルームブルーム、ライオットの7曲と、あとは絆ミュージックなんですけども、この絆ミュージック、今の絆ミュージックっていうのはアニメのオープニング尺になってるんですけど、今回追加されるのはまた新規の絆ミュージックで、 3D ライブ用に、作られたちょっと演奏時間が長い絆ミュージックになっているので、また新しい絆ミュージックが追加されます。そしてその後はですね、順次追加されていきます。ブラックシャウト、ヘイデイカプリチオ、エキスポーズバーンアウト、デイライト、天下統一 A to Z、 豪華豪快ファントムシーフ、これ聞いたことないですから、新曲がなんと追加されるんですね。続いてはライブ関連の演出のアップデートですね。まずはですね、カットインの時に出てくるメンバーイラストとか、あとはフィーバーチャンスの準備完了演出のイラストですよね、それを小さめにすることができます。意外とね、あのカットインのイラストとかでちょっと視認性が悪くなるっていう人もいると思いますので、まあ、より譜面が見やすくなってくるのかなと思いますね。あとはコンボ数の表示位置の変更ですね。まあオンオフにすることもできますし、あとはこの画面を見てもらったらわかるんですけど、その表示をですね、左右に変えることもできますし、高さも標準からまた上下と組み合わせると結構自由に、コンボ表示が表示できるようになります。そして3つの新エリアが登場します。まずは、前も発表されていた新しいライブハウスリングと、あとはメインストリート、そしてキャンパス通り、この3つのエリアが追加されます。そしてシーズン3に合わせてメンバー全員分の私服が一新されます。今公開されているのはメンバー全員の春服のみになっているんですけれども、これからはですね、夏服とか、あとは秋冬の私服もですね、どんどん更新されていきます。そしてその他の大きなアップデート情報ですね。まずはですね、スターガチャチケットと星3以上確定チケットの更新ですね。スターガチャチケットは引き続き使えるよというところと、星3以上確定チケットがですね、これこの前の動画でもちょっとね触れた通りですね、今後はですね、星5メンバーも提供割合 2% で登場していきます。あとはエリアアイテムのレベル上限の解放ですね。カフェテリアのエリアアイテムレベル上限を7まで解放されます。そしてステージチャレンジモードのメインステージ、今まではステージ25までしかなかったんですけれども、新たにステージ30までのステージが追加されます。そして編成ランクに新たなランク、これまではですね SS しかなかったんですけれども、それよりも上の SS1 から SS5 が追加されます。そして新たな機能、バディ招待機能ですね。これがですね、ガルパを新規で始められた方とか、または久しぶりにね、ガルパを初めてカムバックログインキャンペーンとかが始まった方とかの限定になるんですけど、まあ、その方にですね、招待コードを発行して、お互いにまあいろんなミッションがあるんですけど、そのミッションをクリアしていくと、スターを最大でお互いのプレイヤー2500個手に入ることができるよという機能でございますね。続いては皆さんが気になっていた6周年記念のフェスガチャでございますね。今回はですね、ドリフェス限定メンバーがですね、やはり周年にはモカちゃんが出ますね、モカちゃんとリサネ、そしてチュチュちゃんの今回は3人というラインナップになっております。そしてイベント関連のメンバーはやはり今回ボーカル組でまとめてきましたね。星5メンバーがかすみちゃんと丸山あやちゃん、そして鶴巻心と倉田真白ちゃんが星5メンバーで、星4に御嶽蘭ちゃんがいるよというラインナップになっております。なので、まあ、この割合でいくと、まあ、おそらくですけどキラフェス限定メンバーはそんなに登場してこないかなと思いますね。続いては6周年記念1日10回無料ガチャ開催決定ということで、今回ね最大100連分無料ガチャということでね、まあユダピーまた無料100連かとちょっと思ってたんですけどもね、交渉した回ありましたね。今回はですね、ツイッターのリツイートキャンペーンで3万リツイートいくと、この無料ガチャが最大200連分無料になるということで、まあ順当にいけば多分3万リツイートいけると思いますんでね、まあちょっと皆さんもあのリツイートしてください。そうすると、200連分無料ガチャになります。続いては6周年記念アイテム交換所キャンペーンが開催されます。期間中にライブをクリアすることによってもらえる6周年記念メダルをゲットすることで、そのメダルを使って星5確定チケットとか、または星4以上確定チケットというアイテムをいろいろゲットすることができるんですけれども、結構このチケットのねハードル高くて、星5確定チケットは12万5000個だし、星4以上確定チケットも5万個と、まあ、なかなか高いハードルではあるんですけれども、もう開催期間も明日からですね、3月1日から開催されますし、1日1回ログインでね、5000個とか、まあ、デイリーミッションで1日1回ライブをクリアすると5000個もらえたりするので、まあ、今から毎日ちゃんとやっていればそこまで高くないハードルなのかなと思いますね。そして6周年記念ログインキャンペーンでスター6000個と音色のクリスタル100個のプレゼントキャンペーンがあります。
あとはですね、これ嬉しかったですね。過去に配布されたメンバーをついにミッシェルシール交換所に追加されます。まあ僕もね、ちょっと鶴巻心とかね、まだゲットできてない心とかいたんですけど、まあそういったメンバー全員がですね、このミッシェルシール交換所で交換することができるので、これによってですね、もしかするとちょっとコンプできてなかったんだよねっていう方もコンプできるようになるかもしれないですね。続いては6周年の追加カバー楽曲キャンペーンですね。今回発表されたのは3曲、ロゼギアの新時代、そしてパステルパレットの5等分の気持ち、アフターグローの命に嫌われているの3曲。これも昨日ね、一緒に皆さんと予想しましたけど、だいたい予想通りでしたね。パスパレはですね、ただひなちゃんと久里先輩と、あとはそこにありさとつくしちゃんとましろちゃん、この5人が一緒に歌うような内容になっています。そしてそれ以外の4曲なんですけれども、こちらはですね、3月15日の水曜日に発表されます。あとはですね、期間限定でガルパ運営からの挑戦状、超高難易度新スペシャルヘルオアヘルが登場します。これがね、3月16日から5月10日までなんですけど、このヘルオアヘルって実は幻の譜面というのがあって、あの今の難易度30よりもっと難しい、あまりにもちょっとこれは難しいから、ちょっとこれはもっと下げましょうみたいな感じで言われて、結局実装されなかった幻の譜面があるんですよ。それをですね、期間限定で、このような形で実装されるそうです。はい、ということで6周年にはね、いろんなキャンペーンとかアップデートもあるんですけれども、やっぱり無課金でもね、星5がゲットできるキャンペーンとかもあるので、まあこれをね、1日でちょっとやろうと思うとなかなか大変なので、明日からね、ちょくちょくプレイしておく方がいいかなと思います。